はい、おはようございます、ゴルフコンドル TV のコウキです、本日もこの萌え86ドライバーで、ラウンドレポートしていきたいと思います。今日はこのドライバーショットの動画をつないで、1ラウンドしてどうなるか、どれだけの飛距離、どれだけの安定性が出るかっていうのをちょっとレポートしたいと思いますんで、230cc のヘッドでございます。見える？いける？で、この赤に地を塗ってるのは私が家で、塗りました。はい、綺麗に塗れてます。ちょっとダフってますけどね、ここね、ね、ちょっとダフってる。はい、で、来角が55度のようです。それでこのロフト角は、13度ぐらいなんですけど、僕のやつは12度のやつで、作ってもらいました。シャフトの長さは43インチ、それで、ヤードスティックさんのツアースティックの 70g 台を入れてもらってます。フレックスは S でございます。今日朝一のラウンドで、どんな感じになるんでしょうか、ぜひとも見ていただきたいと思います。よろしくお願いします。それでは本日1打目いきます。よろしくお願いします。最初から OB 出したら大変なことになるんで慎重に頑張ります。距離も出てると思いますけどね、頑張ります。この比較対象として、しゅうちゃん M4 ですね。ちょっとドライバー見せてもらっていいですか。はい、 M4 ほんでヘッドね、芝がつきまくりのね M4 セーブ。はい、行きましょう。お願いします。はい、よろしくお願いします。朝一トップスタート。お、ナイス。ちょい右やけど全然ね、これ距離の比較もねしたいと思うんで、はい、よろしくお願いします。ピンまでですね、私残り、本日白から回ってます。ピンまで残りが、100、センターまで124。 M4 のねしゅうちゃんがここなんで、私の方が十分ね、萌え86飛んでます。はい、ボギーですね。ウェイ、ナイス。ボギー？はい、ボギーです。ナイス、ありがとうございます。初めてです。お、ナイスナイス。2番ホール、ミドルです。左ドッグレッグのホールですけれども、もちろん使うのは萌えです。では、行きます。ナイスショット。ナイスショー。左のバンカーをねしっかり越えていってます。はい、ナイス。ちょい右サイドだけど、フェアウェイかな。フェアウェイかラフか。はい、オッケー。おい、
残り167。はい、どうぞ。私はもうちょっと飛んでるんですね。これ不思議ですけど、不思議というか、私はまだ前です。ちょっとね、左側行きましたけど、しっかりコース内いいとこです。私のボールはここ、残りがセンターまで127ヤードのとこまで来てます。次4番ホール、ロングです。右のドッグレッグ、右にバンカー見えると思うんですけど、バンカーの左端ぐらいを狙っていきたいと思います。フェアウェイに戻ってます。不思議やんな、これが。はい、フェアウェイナイスショットでした。うん、ちょっとかかったぐらい、ね、左ラフ、はい、同じような2人ともミスショットですけれども、どうなってるでしょうか。はい、ティーグラウンドからセカンド地点やってきてますが、しゅうちゃんのボールがこの山の裾で、私がですね、もうちょっとやっぱ飛んでるここですね、この木のちょっと手前ぐらい。やっぱりしっかり飛んでます。8番ホール、503ヤードロングホールです。この右にセカンドから軽くドッグレッグ、よろしくお願いします。8番まで、萌え使ってなかったんですけど、萌え使える場所がなかったんです。8番ホールから、8番ホールでまた9番も使います。気持ち悪かったからな、なんかやっぱり、まあこういう時ももちろんあります。ゴロです。ゴロでした。お、暫定球いきます。ちょっとアドレスもちゃんと気にして、やっぱ右に来たかもしれない。ナイスショー、飛んだ。これめっちゃいい当たり、飛びすぎ、めちゃくちゃいい当たり、まあ、狙い通り、ちょっと左サイド行ってますけども、はい、暫定球は問題ございません。1球目はやっぱりこの林の中の OB でした、ね、この辺に入ったと思います。でグリーンピンがここで、でこの、打ち直したものが結構飛んでるよね、これ。ね。残り、265までですね、センター。はい、9番ホール、474ヤードですかね。こんな感じです。お願いします。
ここも萌え86、さっきのホール、1球目 OB で2球目がまあまあ飛んでて、そこから3パットやったんで8になりましたけどね、完全に偽りのない、レポートですね。原因がこう分かりやすいクラブっていう感じしますけどね。なんかはい、では2番ホール、ナイスショー、めっちゃいい、これどまっすぐ、ど真ん中でさ、はい、ということでね、いい感じです。ちょっとかかっちゃった、あ、曲がったね、あ、大丈夫でしょ、はい、はい、やっぱりちょっと曲がりやすいんかな、いや、このすんません、比較対象だな、いやいやいや、このドライバー本当曲がらないで、距離そこそこ出るしね、え、あやなく M4 は OB だったね。OB でした、ね、私のボールなんですけれども、ティーショット打って、だいたい普段はこの青のポイント見えますかね、ここ、これ残り100、エッジまで150ヤードなんですけど、すごいいい当たりで、それよりも30ヤードぐらい飛んでるかな。だから決して萌え86が飛ばないドライバーではないということが証明されていると思います。後半11番です。もしかしたら取りすぎるとバンカーも、あー飛びすぎ、飛びすぎ、でもいいショットやったね、ナイスショーです、うん、はい、ありがとうございます、ナイスショットです。ねえ、飛ばないような、逆にヘッドが小さい方がなんか芯に当てやすいというか、230cc ですからね、うん、はい、残り120ぐらいですね、結構飛びました。12番のロングホールです。もちろん MOE86、 3個目素振りをしていきます。フェアウェイの これはちょっと右やけども、うん、同じとこかな、あ、見えてる、大丈夫です。はい、ロングホール、ロングホールが終わって、なんとかパーでした。木に当たりましたけどパーでした。クラブセッティングのご紹介です。私ドライバーは MOE86 43インチですね。それでこれ古いですけど、ピンの I15、まあ、これ結構、ね、飛ぶんですよ、飛ぶし安定性し、それと、次ハイブリッド90タイトルスト 90J1 21度ですね。それと、アイアンが5番から9番までが、あ、じゃあピッチングまでがスリクソンの
Z765 で、シャフトがダイナミックゴールドの S200 です。で、ウェッジがですね、52-58 クリーブランドの PG17 のシャフトも同じ、ダイナミックゴールドの S200 です。で、パターメソッド、ピン型のナイキのやつですね。これ34インチですね。これを使ってラウンドしています。次ショートホールなんで、ここはもう使いませんが、頑張ります。はい、ここショートホールなんですけれどもね、池越えティーグラウンド、そこでちょっとホールインワンのどんな方がしてるかね、ちょっと見てみましょう、ね、はい、どこや、あ、ここです。これ2002年1月2日 T 中野、私のね親父なんです。お父さん見てますか、ちゃんとありますよ今でもね、ありますんで、はい、ホールインワン記念でタオル作ったの覚えてますよ、はい、ね、これホールインワンしたということで、私もねいつかねここら辺に乗っけたいんですけども、はい、おめでとうございます当時ね、はい、1月2日ってすごいですね。そう、どんだけ早くにゴルフ来てんのみたいな。あ、ここですね。はい。MOE86 検証のラウンドレポートも後半終盤戦です。15番の、あ、はい。はい、では行きます。ちょっと風はアゲンスト気味。やったような感じ。これがこれなんです。赤字がいいよね、やっぱり。その比較対象のしゅうちゃんです。いやいや、普通で普通で、ちょっと左やけど、はい、もうよく飛んでる。これ検証しやすいね、どっちがっていうね。はい、では行きます。あ、セカンド地点です。ちょっと前が詰まってるんでね、動画も撮りやすいんですけど、しゅうちゃんのボールが左にちょい引っ掛けたぐらいで、でも当たりは良かったけどね。でもこれ私の方が、私のちょっと右サイド見えるかな、これですね。ちょっと私の方が飛んでるんで、しゅうちゃんがちょっと怒り気味ですけどね。そんなことない。いや、しゅうちゃんも飛ばし屋の方やけども、別にそんな飛距離は、うん、ね、そんな変わりはつって安定してるし、はい、これ以後も頑張ります。はい、17番までやってきました。343ヤードパー4、こんな感じの谷越えのね、右ドッグレッグ、ここももちろん萌えちゃんです。いきます。
や、もうちょっとすると思う。多分ここのホールでこのドライバー使うの最後なんで、検証これで終わりますけど、最後総括します。よいしょ、完璧じゃない。飛びすぎちゃいます。飛びすぎてラフまで行ってた、うん、飛ぶんです。普通に打てば残ってる、右残ってるよ。いい球やで、あれバンカーか、バンカー越えてるか、ナイスショー。はい、セカンド地点にやってきました。私やっぱりフェアウェイから飛びすぎというか、思ったよりも飛んでて、残り120ヤードぐらいですね。うん、しゅうちゃん結構飛んでます。頑張ります。はい、ということで、今18番なんですけど、ここは、ドライバー使わないんで、ここで検証結果なんですけども、私久々に、OB 出ました。それも4ラウンドぶりぐらいのドライバーの OB、 検証動画撮って OB 出るっていうのはね、まあ、それも素直でいいと思います。でも距離自体もそこまで飛んでないっていうこともないし、安定性はやっぱりいいと思うんですよね。なのでこの私のますでしょうか、エースドライバーであることは、まあ、今のところ間違いないと。普段 45.5 インチの M4 使ってるんですけれども、それだったらやっぱり OB 今よりは多かったかな、やっぱり、ということで、萌え86ドライバーの検証でした。ありがとうございます。